ハムデンプル記念は、アメリカ合衆国、コロラドスプリングス出身の男性フィギュアスケート選手。2017年ジュニアグランプリファイナルに、タイ生まれの母親、フィンランドとフランスの血を引く、父親のもとに生まれ、姉が一人いる。競技生活と並行して、2018年8月から、コロラド大学コロラドスプリングス校で、企業金融学を学んでいる。 2005年にフィギュアスケートを始める。2014年にアリゾナ州のスケートクラブに移籍し、カレン・ゲゼルに指示を受ける。2015から2016シーズン、全米選手権のジュニアクラスで11位、リルハンメルユースオリンピックで7位となった。2016から2017シーズン、ジュニアグランプリシリーズに参戦し JGP タリンハイで9位となった。 全米選手権のジュニアクラスでは2位となり銀メダルを獲得した。2017から2018シーズン、ジュニアグランプリシリーズのオーストリア杯で優勝し、続くバルティック杯も銀メダルを獲得して、ジュニアグランプリファイナルへの進出を決めた。ファイナルでは銀メダルを獲得した。全米選手権のジュニアクラスでは優勝し、世界ジュニア選手権の代表に選ばれた。 世界ジュニア選手権では SP で17位になるも、FS で追い上げ総合6位になった。2018から2019シーズン、2年連続で、ジュニアグランプリファイナルに進出。同大会では、SP 首位発進を果たすも、FS は最下位の6位で、総合5位に終わった。初出場となった、全米選手権、シニアクラスは12位に終わるも、その後行われた。 世界ジュニアチームキャンプにより、世界ジュニア選手権の代表に選出された。同大会の SP では、激戦を制止主位に立ったが、FS ではミスを連発し、総合8位に終わった。シーズン終了後、3年間支持したトムザカライセックの元を離れ、コーチをタミー・ギャンビルとデーモン・アレンに変更した。ありがとうございます。